はい、こんにちは。今日で動画第5弾で、また今日も磯の平鈴木ですね。で、昨日の夜から南東の風でしけてて、まあうねりっすね。でしけてて、今日南寄りの波になってくる予定です。で、潮が今日大潮で、朝の8時半ぐらいが満潮で、そこから下げですね。で、今から下げぐらいですかね。今ちょうど満潮、潮止まりぐらいだと思うんですけど。で、一箇所目、ちょっと行ってみたんですけど、そこはもう、結構波がしけすぎてて、で、濁りも結構きつかったんで、ちょっと、離れたポイントに来てみました。もう先行者も二人いたみたいなんで。なんで、まあ、ここで、今日は何箇所か時間があれば欄干したいと思ってるんで、とりあえずここを様子見て、また出なかったら違うところに行ってみたいと思います。では、実況の方をどうぞ。とりあえずポイントに到着しました。濁りはやっぱここはそこまでないですね。ドラグは。一発目、キラフィードのオレキンレッヘですね。ちょっと先に満潮時にしかいない場所を今から叩きます。なんてない場所なんですけどね。その辺にいるんですよね、そこのスリットに。今さらしの中入って食わんかな。そこと そこにもついてるんですもんね。とりあえず近場から攻めていきます。40センチぐらいや。おお、引くね。いや、40以上あっかな。ああ、50。よいしょ。あ、バレた。取れました。まあ、しゃんないっす、これも。あ、いや。顎が多分かけましたね、今の魚。ああ。最悪やん。ごめんね。少ししけてくれるといいんですけどね。もうちょい。ルアー買いました、ブルーブルーのシャルダス35の方ですね。これで一緒のところば
ラフィードで売ったところは売ってみたいと思います。あ、出てくれ。なかなかな壁が浮いてきましたね。なかなか。ちょっと予定が狂いましたね。こんだけ壁作っては思わんやったっすね。こっちでほんと全然予報とちゃうやん。北西の風が今多分吹いてますので、結構大きく移動してきました。ちょっと先行者さんが2人いて邪魔にならないところでさせてもらいます。でルアーはピラフィードですね。これ2年ぶりぐらいに来ましたね、このポイントは。先行者さんも結構キャッチされ5倍とか結構魚が入ってたみたいで、どうなのかな。この辺は抜かれてるのかな。なんとかな、それか。めっちゃ擦れそう。ナイスヒラっすね。よかった。かっけえぜ。午前中は、朝一はやっぱしけすぎで魚も出なかったみたいですけど、波が落ち着いてきてバイトが出てきたらしいっすね。
目60ちょっとぐらい。いつきっぽいっすね、くるくるしとっけんが。ブレード系のスピナベにガンクラストのシュラーズでいとって、そうけどな、ものすごくってここまでは届かんもんな。バイトやったかも、しかしてもしかしてバイトやったかも、こんなにバイトやったかもちょっと分からんけど、ルアーチェンジでダウグスイマーの180です。それでそこの足元バルスでとネチネチしときます。一気に投げて、基本的にこの手のジョイント系はラインスラックたっぷりさせてやって、あーけどちょっと浮くな。自体が重いんでソローリーって投げんばいけんすね。なんかな、
に食ってくればな。面白いんやけどな、普通のルアーで釣るよりも。